って旅をしてはじめましてワンダです。あかりです。現在岐阜におります。はい、昨日キャンプして、そうだね、そのまま岐阜県にいるんですけど、はい、俺はもう最近ね、ダメだと思ってる。お最近何したいじゃん。酔って寝た酔って寝るか食うか、はい、酔って寝るか、はい、食うか、バカ野郎バカ野郎なんちゃう岐阜を旅しよう。そうついに、そう、とったび、とって笑って旅をする、うん、そう昔のような旅がしたいよと思って。あ、なるほどね。昔みたいに変なとこ行って、そう、変なもん見て、そう僕ら一応ね旅してたんですけど、うんうん、あの行く場所が本当にね、うん、アホなとこ多いんですよ。そうだね、まあ、名所とかももちろん行くんだけど、行くんですけど、なんか B 級グルメとか、そう、 B 級スポットが好きなんですよね。そう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 、なんでこんなとこ行くみたいなこと結構言われてて、そう、ね、はいはいはい、そうそうそう、そういう変なところに行くのが好きなんですよ、うんうん、そう、あ、そうだね、デカ盛り行っちゃうとかね。いやデカ盛りはもうねちょっと24だし、あれから2年、まあ、きついかな、そう経ってるからね、無理かな。まあちょっとご期待というところでちょっと変なところ行くっていう感じで、はい、うん、それで行ってきます。行ってきます。よし、よし、じゃあどこ行くんだ。はい、今から行くのはですね、おう、日本一うまい水を飲みに行きます何それ。いや、日本一らしいんだよ。湧き水だと思うんだけど、ちゃんと日本一うまいって書いてある。 Google マップにもね、うん、書かれてるから、お多分もう美味しいんだと思う。怪しいけど行ってみるかはい、あー、こちら着きましたよ。着いた。こちらがですよ、はい、噂の日本一うまい水です。嘘でしょ嘘でしょ。もはや湧き水でもなく、日本一うまい水ちゃんと書いてあるけど、これあの近くの公園にもあるよ。多分ここら辺の地域の水道水なのかな。水道水といえば近藤ですから。どういうことよ近藤、まあ、確かにね、ちょっともったいないからって言ったら水道水しか飲まない。ちょっと検証してみよう。検証しましょう。じゃあお願いします、近藤さん。お、これが、これが日本一うまい水。これが日本一だよいただきます。はい、いただきますって言うのなんかどう、こんにちは。すげえなるほどね。日本一じゃない、これは。え、これ日本一じゃない。じゃない一回飲んで、一回飲んで、いかがですか。あ、うん、でも確かにまろやかな感じがします。カルキの味するじゃないですか、はいはい、しない、確かに。なるほど、あのこのまま確かに飲める。まあ日本一かはちょっと置いといてでもあの本当に美味しい。ここら辺の地域の人は全然水道水でいけるって。あ、全然いけると思う。それはそれはいける、はい、続いてはどちらに行きますか。続いてはですね、はい、宇宙です。ん、宇宙を感じに行きます。どうした宇宙を感じる食べ物が食べれるそうなんで、宇宙を感じるもの、はい、ではお願いします。はい、これが、はい、岐阜の宇宙だ。あちゃん、これが、これだ。うわー、すげー、なにこれ。銀河系焼き餃子ギョラクシー、目指せスペースフード。ギョラクシー、うわーすごい、フリーズドライされてるんだ。常温で餃子が食えんねん。すげえ。半年間ぐらい持つみたいな。結構持つね。しゃっかり何これ珍百景になってる。投入、押すよ。はい、おお、おお、すごい。うまいんか食べているか、食べている。ちょっと楽しみ。怪しい、やばそうなサプリに見えやめなさい失礼します。ちょっと開けてみよう。お、おお、餃子だ。餃子だ。え、割とちゃんと餃子だ。普通に焼き餃子って感じ。そのままお召し上がりください。熱湯でスープに3分程度つけても美味しいって書いてある。いや、フリーズドライ餃子なんかめちゃくちゃ珍しいぞ。あ、結構硬い、お菓子みたい。すげえ。いただきます。うん、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 餃子味のフナック、そういう感じか。いただきます。はい、うん、
めっちゃ餃子や。やっぱりフリーズライスやからバリバリなんだけど、めっちゃうまい。お菓子だね、うん、スープに戻したら多分うまい。なんか普通に戻してみたいね、どんな感じなんだろう。以上です。いつもこんなんだよな。えーって納得して終わるっていう。お腹すいたか。じゃあすいた。よし、完璧だな。完璧か。デカ盛りだー。我々結構いろんなねデカ盛りチャレンジしてきたじゃないですか。あ、そうだね。そうそうそう。今から向かう食堂も、もうすごいね、レビューがでかいです、安いです、最高です、みたいな。おー、最高ですね。もうすでにね、あの混んでるって聞いてるんで、テイクアウト予約してるんで。そうだね。そう、やっぱ YouTube 撮りながらやるので喋ったりもするので。そう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 、テイクアウトでデカ盛り行きます。久しぶりだ。心配だ。すでに満車だよ。購入購入。やった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 。ホイストホイスト。わ、いいじゃんこの辺。ねえ、いい感じだ。なんもないし。びっくりするくらいなんもないし。なんもないな。ベストプレイスかもしれん。ああ、いい木漏れ日ですな。ああ、いいね。ピクニックみたいだな。ねえ。持っているのデカ盛りだけどね。ねえ、めちゃくちゃデカい。めっちゃ重いもん。では行きます。はい。おぉ。うわ。すげえ。すげえ。なんじゃこりゃ。え、伝わるこれ。カル。すごいや。これはやばいぞ。でっかい。めっちゃでかい。え、めっちゃ重くない？重い重い。1キロぐらいね、本当にこれ。全然あるよね、きっと。これ Google レビューで、あのラグビーボールって言われてた。いや、いやそうだよ。本当に重たいもん。僕のお昼ご飯も披露しようかな。いやおかしいでしょ。もうバグったみたい。米の量がやっぱすごいわ。いや多いよね。伝わってほしい、この大きさ。移動中。暑いから移動中。暑い今日。思えない気候しとる。すごい、あちゃんカツ丼が浮いてるみたいで、あちゃん夢のようだな、こいつ。はい、よかったな。私片手プルプルしてきた。重たい。いただきます、はい、すごいね、本当にめっちゃ重い。すごい感じる、米を、米の圧を感じる。うわー、すごい密度だね。すごいね、すごいね、パンパンだ。いただきます。どうすか。うん、うまい。めっちゃ美味しい。おお、これは全然余裕かもしれないよ。全然余裕。うん、いただきます。はい。やべえ、これめっちゃ嬉しい。うん、うまっ。美味しい。うん、だしが染み込んでる。おお、カツもジューシーでね、これ余裕だね。これ余裕だね。余裕っすわ。よし、行くか、こいちゃん。これ俺で余裕だな。これ余裕だよ、食べれちゃう。めっちゃ美味しいもん。すいません、これ食べれちゃいます。ごめんなさいね、これ。余裕でした、これ。密度おかしい。米の密度えげつない問題。カツ丼も大概やばい。おお。ごちそうさまでした。すごい、なあちゃんももうちょっとじゃん。あと4分の1くらいか。ちょっとにはあんま見えない。いける。おお、無理せずファイトよ。根性を見せる時が来た。酒ばっか飲んでるあれじゃないもん。カメラちゃん、あとちょっとだ。ちょこぼへが怖い。応援隊が来てる。応援隊が怖い怖い。いや、来てない来てない、飛んでない。応援してくれてるんだよ、あちゃんを。いらんいらんって言うな。あ、でもマジでもうちょっとだ。確実に減っている。すげえ、ラス1じゃん。あのラグビーボールが完食。ごちそうさまでした。というわけでね、はい、先に言っとくんですけど、岐阜はまだまだこんなもんじゃないんで。そう、いっぱいある
から。そうそうそう、変なものを紹介したからこうなっただけで。岐阜もっと面白いものあるし、いい食べ物もあるし、なんかね、いろいろあるんで。そうだね。はい。はい。そういう感じです。で、皆さんもたまにはね、新スポットに行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、お、なんだこれすげえと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回、バイバイ。バイバーイ。